中国の失業率が上昇し続けており就職問題が若者に大きなプレッシャーを与えています多くの失業者は家族に知られて心配されることを恐れ毎日まだ働いているふりをしていますこのような人々は通常各地の図書館に通いそこを待機期間の避難場所としています中国のウェブメディア・荒廃新聞の報道によると 多くの解雇された人々が毎日図書館に隠れて、まだ働いているふりをしています。記者はそのうちの何人かにインタビューし、彼らの心境を語ってもらいました。モリーさんのケース40歳女性のモリーさんは、多くの会社が人員削減を行ったため、何度も仕事を変えざるを得ず、現在も安定していないと明かしました。彼女は毎週3、4日は図書館にこもり、 有名人の伝記を読み、本の中の物語で自分を癒し、生活を続ける勇気を得ていると述べました。彼女は以前、有名な外資系企業で数年働いていましたが、まさかリストラされるとは思っていなかったと言います。その後、何度も転職を繰り返しましたが、結果として何度も解雇されました。現在、仕事探しの月給規模を6000元に下げても、面接の機会を得ることができません。 モリーさんは自分が失業中であることを知っているのは音だけで他の家族は誰も知らないと述べました両親が失業していると知ったら心配をかけるだけで知らない方がいいだから毎日早く出かけて仕事に行く時間に合わせて図書館に行き夕方5時か6時に帰るイーハオさんのケースイーハオさんはかつて IT 業界の大企業で プロダクトマネージャーを務めていましたが、無情なリストラから逃れられませんでした。彼も現在、毎日図書館にこもり、失業後の仕事探し期間中の避難所として利用しています。彼は数えきれないほどの履歴書を送り出し、何度も面接を受ける中で、中国の職場の不確実性を深く実感しています。タンティンさんのケース。タンティンさんは、一線の大都市で職を失ってから、 故郷の岐州省に戻りました。その後、毎日図書館で公務員試験の準備に明け暮れ、公務員に受かることで仕事を安定させたいと願っています。図書館にこもる失業者の中には成功例も少数存在します。かつて国有企業で働いていたジャンアンさんは、福利厚生など条件の良い国有企業を離れ、図書館で専門知識の勉強に励み、最終的にはビジネス講師となり。 自らのの価値を再構築しましまたジョン・ミンミさんのケー三十五歳女性のジョンミンさんは財務関係の管理職として勤務していましたが昨年末にコンサルティングサービス会社から解雇され以来失業状態です福建省招集市出身の彼女は過去半年間にアモイ市で新たな職を求めて履歴書を100通以上書いたが返信がなかったり 会社が提示する条件が彼女の要求に合わなかったりして、まだ新しい職に就けていません。彼女によると、10年以上財務の仕事をしてきた。かつての月給は2万5千元程度だった。今では同等の職でも多くの企業は8000から1万2000元程度しか出そうとしない。しかも勤務時間が長いなどの悪条件もある。と述べました。給食が実らなかった彼女は、 今年5月にかつて離れた新鮮市に戻り、一銭都市で理想的な仕事を見つけようとしています。3年前に新鮮市を離れて、アモイ市で働いたのは、故郷に近いからだった。しかし、現在の賃金水準では、生活費を維持するのに不十分で、新鮮市に戻らざるを得ない。ジョン・ミンさんは、2018年初めに新鮮市に来たときと比べて、現在の雇用市場は明らかに変わり、 選べるポジションが減り競争が激しくなっていると嘆きました。今の市場は雇用主が従業員を選ぶのであって従業員が雇用主を選ぶのではない。企業は従業員を選ぶ際職歴の空白期間に対して非常に敏感で拒否反応を示している。女性は給食中に職場の差別特に婚姻状況や出産計画なども問題にされさらに不利な状況に直面している。 シンガポールの中国語新聞連合双方の記者が新選手市の龍角内の図書館を訪れたところ平日だったがほぼ満席状態でした多くは若者でパソコンで履歴書を書いたり動画を見ていたり机につ布して眠っている人もいました新選手市当局が発表したデータによると今年第1四半期の新規失業者登録数は前年同期比で40.1%増加し 前期費で15増加していますこの数字には登録していない人や以前に登録した失業者失業後も自分で社会保険基金を支払っている人は含まれていません実際の失業者総数の一部しか公開されていませんがこのデータは新選手市当局の公式ウェブサイトから削除されました新選手市は2022年から失業率そのものは公開しなくなりました ただし、中央政府国家統計局の発表では、今年第一四半期の全国都市部の調査で、失業率は平均5.2%で、前年同期より0.3ポイント下落しました。失業率の高い若年層も、今年4月の失業率は14.7%で、前月の15.3%を下回りました。この数字が、現実離れしていると考える人は多いです。 新鮮市在住の多くの失業者が家族に心配させないために失業したことを隠して図書館やカフェなどに仕事に行くふりしていると投稿しました。記者の取材や調査によると新鮮市の多くの産業、特に金融とテクノロジー業界は中国国内の経済環境が不安定な中不確実性に対処するため従業員を解雇したり雇用を減らしたりしているといいます。 世界各地で人材圧戦業を展開するロバート・オルターズの中国法人であるかクシ中国の王英副総監は、新鮮ン市の今年の第一四半期の人員削減は、主に科学技術業界に集中しています。この業界では昨年以来、人員削減の流れが続いていると説明しました。王副総監は、科学技術業界の状況について、科学技術企業は過去数年間、 経済情勢が好調だった時期に、ににあまりに急速に拡大しましした。しかし、今は経済の落ち込み、国際貿易環境の悪化、新たな政策や放棄による制限、技術が高度になり、研究開発に困難が生じたことなどで、企業の経営と発展は打撃を受ける可能性がありますと分析しました。王復総監によると、同じ科学技術業界でも分野によって状況は異なります。 人工知能、ビッグデータ、クラウドコンピューティングなどの新興技術に注力する一部の企業は、依然として成長の勢いを維持していますが、従来型のハードウェアメーカーやソフトウェア開発会社は、より厳しい状況に直面しているとのことです。広東省体制改革研究会の方法執行会長は、新鮮氏が産業構造の変化に直面しているとの見方に基づいて、 現在の新鮮の失業率の上昇は、労働力市場が産業構造の変化に適応するにあたり、一定の困難が存在していることを反映しているとの考えを示した。